長いことね、うん、花見たんですけどね、だいたいねこれ1ヶ月ぐらいつぼみから1ヶ月ぐらい経ってんだよね、うん、早くからこれ、ね、冬の間から咲かしてるんでね、それでまだこれつぼみらしきものはあるんですけどね、うん、これまたね今この鉢でなくて、これが咲く頃なのこっちも草つきてる、うん、これはね今もうこういうのはちょっと弱ってきてるね、うん、先はまだあるけど、うん、だけどねいつまでも花つけといてもね、うん、あまり気疲れるし ね、 そうだね、これもうこうやってここにこれ新芽出たくてしょうなくなってきてるんだよこうやってね、うん、なるほど、でこれ全部ここから新芽今出てくるんですよ、うん、それでね今これ出てくるってこの今見えたから切っちゃまってもいいんだけど、うん、この花ついてね種つける段取りしてる木なんだけど、うん、やっぱりねそのある種水引くためにもね必要なんですよ、ちょっとこの新芽が少し勢いつくまで、うん、それでこれはねこのぐらいだったらもう切ってもいいんだけどね、うん、まだこのね出てこないとこあるでしょ、あ、そうだね、これはちょっと置いといて、うん、これが出てきたら、うん、改めてこれ種つけないようにみんな切っちゃうんですよ、だけど今回はねこっちの方がね早くから咲いてもう芽数が少ないから木も元気いいからこれ、うん、あ、そうなの、これ花取ったやつだからね、うん、半分ね、うん、そういうやつはさ芽出てくるのも早いわけさ、あ、そうだ、花が少ないから、うん、だから木のためにはいいことだらけなんだよね、うん、花あんまりつけないっていうのはつぼみのうちに取ってもね、そうつぼみでこれは一応こういうもう新芽の出てくるのは間違いないから、うん、こんなのはねまだ見れるけどね、うん、今はちょっと植え替えする段取りなんでこれ取っちゃうんですよ、うん、こうやって、うん、でこれ全部今ねこの枝はね元気なやつだからこれ取っちゃって、うん、ここまで用意してるからね取っちゃうんですよ、うん、こっちの方はちょっと置いといてね、ちゃんと葉っぱだって分かればでそのままにしとくと、うん、しとくの出るんだけどね、うんうん、早く取っちゃう出方遅いの、うん、こうやって置いとけばここで水引く力があって、うん、だんだんこうやって花が弱ってくると、うん、さあそろそろ俺の出番だぞって言って芽が出てくる、なるほど、それを待ってて落とせば、うん、これはもう入れ替わるから今度は花の、うん、花を引っ張るための水でなくて今度は葉っぱから水をね葉っぱ引っ張るためにここに出てくるんだ、水が呼ぶわけだから、うん、その時に来ちゃうね、うん、まだ来ちゃうと今度は出てくるの遅いからね、だから今回はさこれを置いといて、こんなのいつ切れるの、こういう風になったらブツブツと切ればいいからね、で今回はねこういう鉢をねなぜかねあれなんだわ、この鉢でだいぶ楽しませてもらったんだけど、うん、ちょっと今度はね 3LDK に入れ替え植え替え引っ越し、よそ行き、うん、よそ行きっていうよりもねやっぱりね所得が上がったからこういう値なんですよ、うん、こういう値なんです、それでね、うん、鉢を小さくするときはねほぐすんだけどね、うん、今度はねそうだこれに行こうと思うんですよ、うん、これね、うん、でこれは水さえね入ればいいんで、うん、ただこうやってね植え替えの時ね前のとか横はねいいんですよ、このままで、うん、こっから水入るようにね、うん、上のさこの苔もちょっと入りづらいから見た目いいけどね、うん、苔もできるだけ取ってさ、なるほど、ここから水が染み込むようにしてね、うん、やるし、前に話したけど藤はね水大好きだからね、夏の間床水するんだここまでね、うんうん、だから上からいらないようなもんだけどね、やっぱり、ね、上からもねやれば、うん、なんていうのスーッと抜けていくと、うん、空気も入りやすいんでね、うんうんうん、やっぱり水やるときはねある種上からもやって溜まった水はね、うん、床水の中に溜まってもいいから、うんうん、なるほど、水盤の中に溜まってもいいんですよね、うん、上からやるっていうのもね必要なのでね、要するに空気の入れ替えしてやる必要があるんで、ね、うん、なるほどね、水やるっていうよりも空気の入れ替えもあるんでね、うん、でもっとこんなちっちゃい鉢に入れるんだら全部ほぐすんだけど、今回はねこの鉢ですんでね、はい、こういう感じに行くんです、まだ見れるでしょこれ、うん、味はいいでしょ、うん、こういう感じに今回入れますんでね、それでねちょっとここのとこがねちょっとほぐしましょう、鉢の位置がねこれちょっと引っかかる、こういうね、こういう感じね。
これ挿し木して何年目で7、8年経ってるのかな。このよくね藤ね種まくしているのいっぱいできるから、うん、でねなぜかね挿し木っていうのは木が成熟してる枝を刺すからね、うん、意外と早く花つくんですよ、うん、種の場合はね、うん、やっぱり先祖からのねあのあれが遺伝子があってね花をつけるまでにね、うん、相当かかるんだね、うん、どんな木もそうなんだけど、うん、なぜか挿し木すると花つきやすい、うん、種だとねちょっと時間かかるんですよ、うん、なるほど絶対咲かないってことはないけどね、うん、だからそれそのなんぼかかったって楽しみでやってんだからね商売でないんだから皆さんはね、うん、俺は商売だからさ花咲かないと、うん、だけど種いっぱい落ちる立ってある人は種まくのも楽しみだからね、うん、年々太ってくるし、うん、木大きくなるからねこういう感じにいいでしょうこれ、うん、これねあの来年はここにギリギリぐらいまでねこうするつもりなんでこんなに深く埋めないでやっぱりこのぐらい思い切って高くするんですよ、うん、このぐらいに、うん、粘りこう見えるぐらいに、うん、そうするとぐーっとここでもってザラザラザラっと、うん、ザラ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 っとくるでしょでここに川が流れてるでしょ、うん、そしたら夜見ると幽霊が出そうなんですよわあそうかい夏の間ね、うん、これ床水するから、うん、だから下にこういう柄の入れとかないとね、うん、あまり細かいもの入れるとね、うん、あのべっちゃべちゃになる。あのいわゆるあの根腐れはしないんだけどね、うん、やっぱりこう新しい水が入りやすくするにはちょっと洗いも多めに入れるんですよ、うんうん、それで次はもう普通に上土あそう、ちょっとこれ塩梅見てねこうだからねちょっともう入れていいんですこういう感じでちょっと塩梅見ておそらくこんなもんだと思うけどね、うん、こういう感じねこういう感じでちょっとね、うん、もうちょっと入れた方がいいねこれちょっと見えた方がかっこいいでしょ、うんうん、こういう感じでねでもうちょっと入れますこのぐらい入れておきますそれでねちょっと位置的な関係でねちょっとね、一回植えたらもう植え替えしねえからね、うん、ちょっと鉢の位置を慎重にね、うん、こう、こっち側が来年の花のことを考えてこういう感じでしょこういう感じちょっと傷だらけだから、うんスカッと切っとく、うん、あのなんかで買っちゃったあとはね、うん、そういうものは残さない残さない切り口をスカッとさせておく、うん、そうするとすぐ新しいのが回復する、うん、こうでしょこういう感じですよねこういう感じですよね、うん、こういう感じですねよしとそれでこれでここで締めるとよしとでこういうのは細長い鉢っていうのはさ、うん、ここがね意外と狭いんだよねこれなんか広いでしょ、うん、これ狭いと水やってもね、うん、なかなか下まで行くっていうのに時間かかるのね、うん、これは床水してもいいけど、うん、普通の木でねいつもつけとくと木腐っちゃうやつ、うんなるほどね、たくさんあるのね、うん、だからこういう鉢は水やりがねあれなんですよゆっくり時間かけてやらないとね、うん、この下まで来るのに時間かかるから ね、うん、ねそれがねこの鉢のねあの注意するとこなんです、うん、この県外鉢っていうんだけどこういう鉢ねこれ藤なんかは最高いいよねあそうつけとくんだから、うん、水に夏できれば綺麗な水がいいよね、うん、いつもドブ水つけとかないでたまに溜まった水捨てて、うん、新しいのに入れてやるとなるほど、ね、こういう感じですよね
も鉢も綺麗にしておきましょう。これあのちょっと鉢多分でっかくなったと思うんだけどさ、うん、それでも 花は咲くの？でっかいってね、うん、この鉢からね、うん、こっちに移したけどね、うん、あの底取ってるからね相当、うん、だから体積的にはこれよりね、うん、小さいよ。あ、そうなの？下には柄がこんなに来てるし、だからこれより体積はね、うん、土の量はね、うん、こっちの方が少ないです。別にこれでもパンパンでなもんなかったから。ああ、あれかい。そう、これはもう根詰まりしてる状態ではなかったの。うそうだね、うん、もうきれいに栽培用にね、うん、やや大きいのに入れてあるでしょ、うん、でこれだってね特別さあ盆栽だから小さくしようっていう、うん、あれではないからね、うん、これはさちょうどいいかちょっと大きいんだ、うん、気分的には。だけどね、そんないじめるでね、やっぱこのぐらいにゆったりしたとこでさ、うん、ふわーっと長く咲かしてやったらさ、うん、見た目もいいよね。うん、あのギンギラギンにちっちゃいのにさ、ふわーっとミニ盆栽で、うん、確かにあれもいいけど、あれは風で倒れちゃダメだ、うん。風で倒れるし、藤はね、うん、こう花がね、こういうふうにして長くなるから、うん、あまりにもね、鉢小さいとね、うん、その、ミニ盆栽は確かにいいけどバランス的にちょっとね、うん、もっと花の小さいもんだらいいよ、うん、こんな花がいっぱいこうつくんだらミニでもいいけど、うん、これだけ長くして下につかまでつくまでやろうとなるとね、あんまり際どい小さい鉢で置いてもね、うん、やっぱり見た目が安定感ないね。このぐらいだったらさ、うん、来年この花が全部ついても、うん、なるほどね、鉢がどっしりしてるから、うん、安定感あるし見た目も、うん、ひっくり返るような感じしないでしょ、うん、これ半分ぐらいの鉢に入れてごらん。なんか見てても安定感なくてね、ふらっていきそうな感じ、まあね、これだら、うん、少しぐらいの風でも地震でも倒れないよ、うん、まあ、一応ねこの藤のね今年の植え替えはね、うん、これで終わりですんでね、はい、あとはもう水と肥料やっとるけや、うん、来年ねまたね狂ったように咲きます、はい、はい、以上です、はい。